い、皆さんこんにちは、グッズでございます。今回のゲームやみはね、シルバニアメロディー、ゲームボーイカラー共通用の、ソフトですね。何言ってんの、それシルバニアファミリーの、リズムゲームです。珍しいのでちょっとやってみます。はじめから難易度普通でいいか。とりあえずね、子供向きやから多分。お、なんだこれ、カッパ、あはは、ここまでおいで。カッパ、カッパじゃない。紫。あ、なんか落ちたな。はあ、画面綺麗な。そう、シルバニアファミリーさ、親泣かせのね、おもちゃなんですよね。ここはどこ？こんにちは、私は、あ？違う、こんにちは、わたうさぎちゃん。あれ、わたうさぎってね。僕たちは今、夢の中にいるんだよ。ちょっと変わったうさぎちゃんにお願いがあってきたんだ。何が？私にできること。うん、実は、夢の話多いな、最近。はい。わたぐもの種をうっかり下に落としちゃって、うっかりじゃねえな。ぶつかってるだろ。ほう。シルバニアの村中をわたぐもだらけにしちゃったんだ。そう。そんな危険なもの。またグモの種を集めるのね。うん、いいわ。頑張って集めてる。普通素直にそう受け取るかな。よかった。怪しいのに。じゃあ、またグモの種の集め方説明するね。これリズムゲームなんですよ、一応。もう大丈夫かな。来るでしょう。で、そう、これ、ここの、3人なんか、子供みたいなのがおるじゃん。そう、これ、真ん中は B で A で、で、アンダー十字ボタンで。下で叩くという状態です。で、これだと下ボタンをこのラインのところでこうやって、でこれ B、 こうで A ですね。 A、 あじゃ判定がなんか変やな。リズムゲームやからか。最初の割り難しないか。こんな感じですね。で、なんでね、親泣かせと最初の方言ったんですけども、シルバニアファミリーのね、おもちゃを買った方はわかるんですけども、結構ね、高いのよね。赤ちゃんのさ、赤ちゃんの、こう、ぬいぐるみちゃうわ。マスコット人形っていうの。あれがさ、あれでも600円するから、ね、小さいの。一つで600円で。680円。700円ぐらいすると。昨日落ちなくて手が出せない。またグモの種が集まった迎えに行くからね。でも完成高いからさ、木でできてるからさ。子供がね、よう欲しがあんのよね。娘がね、小さい時も、割とね、可愛いからさ、人形が。で、材質がすごいいいのよ、あれ。あ、わたごも、これ、雲がいっぱい。そういえば、夢の中で妖精さんが、大変急いでわたごも種集めなきゃ。集めなさい。これか、さっきここはブーフ言われた。始まった。これね。これは下。B。あー、めっちゃ暗ったよ。おい、めっちゃ激しない。そう、あんまりね、失敗ばかりするとレベル差があって簡単になるんですよ。なんで？簡単なことそう。で、例えば、うまくできると、そう。あ、取り去る。そう、こういう風にレベル上げ先がしてくれるゲームです。なんで？難しいな。難しいな、これ。え、ちょっと待って。見せた？あれ、なんか下がってない。え、これ赤のじゃん。え、どうなった頑張りの誰?30。いや、えらい難しいね。え、クリアなの？いいの、いいの。まあいいや。よくわからんけど、クリアした。子供向きやから、判定が OK だったんかな。
スマやっていくか、判定がうまいこと分かってない。難しいでしょ。ここあちょっと早めに押した方がいいのかな。黒いラインの場所やけど、なんか行きすぎんな。全然ダメじゃんこれ。難しいな。なんで29、先を下がった。ゲームオーバーあかんのかい。ちょっと待って、もう頑張ろう。これ、ちょっと判定が、ゲームキューブやったらしんどいな。で、これ、ね、キャプチャー繋いでね、あれがね、ちょっと、押すタイミングがずれんのよ、ね、テレビの姿だと。言い訳してるけど。いや、ほんまにこれね、判定あれなんですよ。僕から難しい、難しいね。分からへんねんけど、これいけてないやろ。判定がいまいちわからんな。そりゃそうだね。あ、上がった。これいけたんでね。よし。30% やったらいけんのか。難しいでな。すごい難しいんだ。雲が晴れた。そう。キャラ変わんのな。ちょっと音符見やすくしてほしいねな。なんで勝手に下がんないんだけど。すぐレベル下がる。でもいい感じやったんじゃない。ちょっとコツが難しい。小さいのよね、的が。アニーか。でもこれはクリアしたでしょ。一応50はいったな。むずいな、子供のゲームはね。難しい。曲が知らん曲ばかり。そう、ひそひその森。端から端まで。あ、このトークか。アレンジするか、わかりにくいな。
ずれたのよね。で、ヘッドホンがおかしいぞ。ちょっと。ちょっと待って。ヘッドホンのね、音量が青いで。え？あ、イベントイベント。わあ、雲が生えていくわ。これでもう大丈夫ね。あとは種を。あ、妖精さん。またウサギちゃん。それがまだ大丈夫じゃないんだ。まだ村のあちらこちらに綿雲の種が残っているみたいなんだ。とかね。残りの綿雲の種は急いで見つけなくちゃ。そう。違った、いきなり。ちょっと待って、怒られてる。ああ、難しい。わあ、難しい、これ。ちょっと待って。ああ、めちゃ怒られる。ちょっと待って。むずい。これ、むずなしないか。むずいわ。あ、間違えた。あ、うぅ、ボコられてる。あ、ほほ、ボコられた。難しい。すげえ切ったら感覚がわからん。あ、そう。あー。いや、いけた感じね。いや、なんか、あれでいいのか。すげえボコられた気したけど、まあいいのか。あ、そう。これさっきどこやったら、ここからクリアしたのか。うるさいな。どこ行こうかな。これ行こうか。おう。叩いてんの？サラ？あー、一回ちょっとずれたら、すげえみんなずれてくる。あー、ちゃう。あー、むっすい。ずれたらもうずっとずれてる。やばい、これ、まず。うおぉ、断念前より難しいな、これ。あ、ボコられるな。すっげえ顔にバンバン当たった。あ、これは難しいな。子供もいいし、すげえ難しいな。そう、43か。ああ、こんな感じか。画面があれやな。レイアウトがもう一つあるな。以上かな。今回以上です。一応紹介プレイなんで、以上です。まあ、やるかどうかはわかりませんが、こんなゲームがあるという紹介でした。以上、グズでした。また見てな。